ペドロデ・デバルデビアは、スペイン王国の探検家、コンキスタドール、シリの征服者、イタリア戦役のベテランで、フランシスコ・ピサロの副審だった。エストレマデューラ地方の現在のバダホス・県ビジャヌエバデラ、セレーナ出身。1540年、少数の兵を率いて、ペルー南の土地を占拠するために、新たな遠征を観光すべくクスコを出発した。 アタカマ砂漠などを乗り越え陸路で1年進行した、あと2541年2月12日、マポチョ川辺、現在のサンタルシアの丘付近に、現在のチリの首都であるサンティアゴー市を建設した。その7ヶ月後、現住民インディオにより襲撃を受けた。それでも征服を目指す遠征を南へと続け、その影響はビオビオ川の先にまで及んだ。 1547年に援軍を求めて、ペルーへ帰還。王道軍に加わりゴンサロの反乱鎮圧に功績を上げた後、チリ総督に任ぜられた。しかし、マプーチ族の指導者ラウタロウとの戦闘で敗走中に、捕らえられ、拷問の上処刑された。チリで流通している500ペソ紙幣に肖像が使用されているほか、小惑星バルディビアは、バルディビアの名前にちなんで命名された。 ペドロデバルディビア署名。バルディビアイコール 1935CM イコール 1952DJ2 イコール 1953QS イコール 1969EEB1 イコール 1969FCE イコール 1973FX1 イコール 1975XG イコール 1979UA1 イコール1 9 9 0フェードアウト3 MPC2021 年9月30日閲覧。ありがとうございます。